今回で6回目の出演となりますが、普段はジャズフュージョンサックスを演奏することが多いので、私にとってこのサンクスコンサートに向けて、クラシック音楽に向き合って取り組むことが自己成長につながるとても貴重な期間だと感じています。演奏はですね、藤浦さんのピアノとの両演奏スタイルになりますが、お互いのいい持ち味を生かして唯一無二の音楽を奏でられるよう日々練習に励んでおります。大阪公演ということで、関西のお客様にも感動が与えられる演奏ができるよう頑張りたいと思っております。今回のテーマは、ジャズポピュラーとクラシック音楽のクロスオーバーです。クラシックの繊細な音色、メロディーに、ジャズポピュラー特有の奏法、テクニックを織り交ぜているところが印象的です。特にシーガルでは、後半の超高音域の繊細なメロディー、ラプソディー・イン・ブルーでは、冒頭のフォルタメントから始まるテーマがとなっております。普段レッスンでは見せないインストラクターの真剣な一面も見れるのもサンクスコンサートの見どころとなっております。ぜひ最後まで楽しんでご視聴ください。